ウクライナ数ヶ月劣勢、 NATO 総長、西側の支援遅れに懸念。ブリュッセル時事。北大西洋条約機構 NATO のストルテンベルグ事務総長は29日、ロシアの侵攻が続くウクライナの首都キーウを訪問し、ゼレンスキー大統領と会談した。NATO 各国による支援の遅れが響き、ウクライナは数ヶ月劣勢に立たされていると懸念を示した。共同記者会見でストルテンベルグ氏は、米国で支援関連法の成立が遅れたことなどがロシア軍の前進を許していると指摘。各国の支援表明だけでは不十分で、武器の引き渡しまでを確認する必要があると述べた。ゼレンスキー氏も支援にスピードアップが必要だと訴えた。国民の命より大事な国土とゼレンスキーのメンツのために戦争は続いて犠牲も出続ける。この支援でゼレンスキーが満足する結果は得られないのは自明だし、終わらせ方すら提示もされてない。被害を増やしてでも相手にダメージを与えるぞというつもりくらいだろうか。国民のためと言いつつ、国民には最初から大損しかない政治をしている。未だにウクライナ政府の方針に口出しして変えられることがないが、そろそろこいつの判断に任せておくのが間違いだとするべき時。ウクライナ迎撃戦闘、2024年4月分。2024年4月にウクライナ空軍司令部及び参謀本部が報告したロシア軍の長距離ミサイル、ドローン攻撃は合計で425発でした。これは先月の2024年3月と比べると約半分の攻撃規模に低下しています。29日時点、30日飛来分があれば追記修正予定。ウクライナ迎撃戦闘の推移。2023年12月、776飛来、609撃墜、阻止率 78%。 2024年1月、582飛来、385撃墜、阻止率 66%。 2024年2月、457飛来、332撃墜、阻止率 70%。 2024年3月、810飛来、610撃墜、阻止率 75%。 2024年4月、425飛来、316撃墜、阻止率 74%。 ウクライナ軍による迎撃は、各月の阻止率の変動は迎撃困難な高速目標、弾道ミサイルなどの飛来規模に起因していますが、低速目標、亜音速巡航ミサイルや自爆ドローンに限定すると、阻止率は80-90% と高い数字でずっと安定しています。高速の弾道ミサイルは、パトリオットおよびSAMPT 以外では迎撃不能という問題は以前からの懸念点であり、最近新たに生じた問題ではありません。迎撃ミサイルは枯渇していない。統計上はウクライナ軍の迎撃ミサイルが枯渇したような状況は見受けられません。3月以降に電力施設への被害が相次いだのは、ロシア軍の目標選定が急に変化したことに、ウクライナ軍が対応できていなかった戦術的な原因である可能性が高いでしょう。これは防空システムの再配置である程度は対応が可能ですが、高速の弾道ミサイルを迎撃できるのはパトリオット3機と SAMPT 1機くらいしかなく、必要な配備数が根本的に足りない問題は継続したままです。
2024年4月、425発、括弧316撃墜 74%、高速ミサイル62発、括弧2撃墜 3%、低速ミサイル71発、括弧55撃墜 77%、低速ドローン292発、括弧259撃墜 89%。高速ミサイルは弾道ミサイルや超音速巡航ミサイルなど、低速ミサイルは亜音速巡航ミサイル、低速ドローンは GPS 誘導のプログラム飛行で長距離飛行できる仕様の自爆無人機を分類。 KH-59 空対地ミサイル、 KH-31P 対レーダーミサイル、 KH-35 空対艦ミサイルは集計から除く。 KH-69 空中発射巡航ミサイルは集計入り。出典、ウクライナ空軍司令部。4月の飛来数は先月の3月と比較してミサイル飛来数は3分の2に減少、ドローン飛来数は半分に減少しています。4月の迎撃戦は低速目標、括弧低速ミサイルと低速ドローンに限ると363飛来、314撃墜の阻止率 87% で、3月分、括弧低速目標阻止率 85% よりも阻止率の数字は上がっています。高速ミサイル62発、括弧2撃墜 3%。キンジャール空中発射弾道ミサイル10発、括弧0撃墜。イスカンデル M 弾道ミサイル10発、括弧0撃墜。 KH-22 空対艦ミサイル対地転用6飛来、括弧2撃墜。 S-300 地対空ミサイル対地転用36飛来、0撃墜。KH-22 超音速巡航ミサイルの撃墜報告。空軍発表ベースでは、2022年に戦争が始まって以来初めて超音速で飛翔する KH-22 空対艦ミサイル対地転用の撃墜が報告されています。ただし、参謀本部が2022年5月31日にKH-22 巡航ミサイルの撃墜に成功と報告しているので、なぜか空軍と参謀本部で発表が食い違っています。弾道ミサイル系発射数の推移。2023年9月2発、括弧1撃墜。2023年10月2発、括弧0撃墜。2023年11月5発、括弧1撃墜。2023年12月37発、括弧18撃墜。うちキンジャール ×5。2024年1月57発、括弧15撃墜。うちキンジャール ×20。2024年2月13発、括弧1撃墜。2024年3月29発、括弧4撃墜。うちキンジャール ×11。2024年4月20発、括弧0撃墜。うちキンジャール ×10。転用兵器であるKH-22 対艦ミサイルと S-300 地対空ミサイルを除外して弾道ミサイルと極超音速兵器に絞った集計。弾道ミサイル系は2023年12月から2024年2月まで
北朝鮮製 KN-23 弾道ミサイルがおそらく50発以上の規模で混じっていますが、3月以降は報告がなく、ロシアが輸入した分は使い切っている模様です。なお、2月末にイランがロシアに弾道ミサイル約400発供与というロイター通信の報道がありましたが、しかしこれまでにウクライナの戦場でイラン製弾道ミサイルはまだ一発も確認されていません。低速ミサイル71発、括弧55撃墜、77%。KH-101、KH-555 巡航ミサイル33発、括弧26撃墜、79%。カリブル巡航ミサイル9発、括弧7撃墜、78%。イスカンデル K 巡航ミサイル6発、括弧1撃墜、17%。KH-69、KH-59 空対地ミサイル23発、括弧21撃墜、91%。低速ミサイルとは、ここでは亜音速巡航ミサイルを分類。KH-69 空対地ミサイルは4月19日にウクライナ空軍司令部の報告に初登場。ただし図表のミサイルのシルエットは KH-59 の形状。KH-59 は射程が短く長距離攻撃とは言えなかったので筆者は除外してきましたが、KH-69 は射程が長く300から 400km と推定されるので、今後は集計に入れます。KH-101、KH-555 は空中発射型戦略爆撃機。KH-69、KH-59 は空中発射型戦術戦闘機。カリブルは艦船発射型。イスカンデル K は陸上発射型、括弧カリブルの改造型、発射機はイスカンデル M 弾道ミサイルと共通。4月6日、KH-101×2、括弧2、カリブル1。4月10日、イスカンデル K×2。4月11日、KH-101×20。括弧16。4月19日、KH-101×2、括弧2、イスカンデル K×2、括弧0、KH-69×12、括弧11。4月20日、KH-69×2、括弧2。4月27日、KH-101×9、括弧6、カリブル ×8、括弧6。イスカンデル K×2、括弧1、KH-69×9、括弧8。カリブル艦船発射巡航ミサイルのまとまった数の投入再開。4月27日にカリブル艦船発射巡航ミサイル8発の記録があります。カリブルのまとまった数の投入は、2023年9月25日の12発以来の7ヶ月ぶりで、発射母艦はセバストポリ港ではなくノボロシースク港で再装填作業をしている可能性があります。 KH-69 空中発射巡航ミサイルのまとまった数の投入開始。 KH-69 空中発射巡航ミサイルはKH-59 空対地ミサイルの改良型ですが、形状がステルス効果を狙った四角形断面となり、エンジンは内蔵式で KH-59 のようなポッド搭載式ではなくなり、射程も大幅に伸びて誘導方式も変更されており、完全に別物となっています。性能は西側のストームシャドウ巡航ミサイルに匹敵するかそれ以上で、
ロシア空軍最新鋭の亜音速巡航ミサイルです。KH-69 のロシア・ウクライナ戦争での投入は、少なくとも2024年2月から始まっており、特徴的な四角形断面のミサイルの残骸の破片は何度も発見報告されてきましたが、4月19日に初めてウクライナ空軍司令部は報告に記載しました。ただし、現状では KH-69 は KH-59 とまとめて一緒に報告されていますが、本来は別々に報告すべきでしょう。KH-101 と KH-555 ならば、同じ開発会社の同系統の巡航ミサイルとして、KH-101、KH-555 と扱っても良いですが、KH-69 と KH-59 では、ミサイルとしての性格も性能も完全に別物なので、KH-69、KH-59 や、KH-59、KH-69 という表記は、かなり無理があります。参考 KH-59 空対地ミサイル射程40キロ、 KH-59M は 110km。 参考 KH-69 空中発射巡航ミサイル射程300から400km、 推定。亜音速巡航ミサイル発射数の推移。2023年9月90発78撃墜 87%、 2023年10月5発4撃墜 80%、 2023年11月4発4撃墜 100%、2023年12月109発101撃墜 93%、 2024年1月124発102撃墜 82%、 2024年2月46発39撃墜 85%、 2024年3月116発95撃墜 82%、 2024年4月71発55撃墜 77%。 4月は新顔の KH-69 の23発を含んだ上で、先月の3月よりも亜音速巡航ミサイルの発射数は減少しています。低速ドローン292発259撃墜 89%、 シャヘド136自爆無人機287発258撃墜 90%、 機種不明無人機5発1撃墜 20%。4月28日に記録。4月のシャヘド136自爆無人機の飛来数287発は先月の3月と比べて半減しています。最近数ヶ月間の傾向としては、シャヘド136を多く発射した月の翌月と翌々月は発射数が低下していることがわかります。